で、それをもっとマスターしたいときに初めて武者修行をね、出してやればいいわけ。それをね、待てないんだ、親はね。だから1年でも2年でもいいから、じゃあね、それでどっか行って旅行してきて、で、自分の、まあ、本当に優れたものがそこで身につけばね、それを持って帰ってまたここでやるんだからね。そういう、まあ、子育てじゃないんだけどね、それは人間と人間の関係も同じことだと僕は思ってるんだよね。そういうことが必要なんかなと思ってね。だから僕らでも初めからチーズも知らないしね、アイスの作り方は知らなかったんだけど、でも福岡をこっち入植した時に牛連れてきてね、牛が2頭ほどだったの。だから2頭の牛をね、お乳絞ってもね、出荷できないんだただなんとか自分でしないとダメだと思うから、それでアイス作ったりね。だからその時はチーズの技術がなかったから、バター作ったり、いろんなことをやってた。やっぱりそういうふうなものがやっぱり加工の技術なのかなと思ってね。でね、パンなんか今買って食べるより自分で作った方がはるかに美味しいからね。そういうことを子供たちと一緒にやってればね、もうパン作ることなんて当たり前みたいになってくる。今パンって言ったら買いに行かないとないんだけどね。でそういうふうなことがもう小さい時にみんなマスターできてしまうんだね。というふうなことをね、思ったりしたのね。その典型が家だ、ね、家も自分で作ると、うん、で家を作るっていうことができればお金貯めなくていいし、ローン払わなくていいしねそういうとこからやっぱり始まるかなっていうのってね。だから今回の自給の村をね、国にも持ったことない、必ずしも持ったこともない子供たちと一緒にね、なんかずっと家作りをしようと思ってるの、改造したりね。でちょうどここの工房の横にね、今度今コンクリートしか売ってないんだけど、これもうちょっとしたら屋根つける。でその冬中かかって内装をやって、それからあとそこにね釜を作ろうと思って。昔ながらのね、薪で炊くご飯炊けるような釜とか、それからあとパン釜もレンガで自分たちで組んでねやるとか、でそういうふうなことをみんなで経験すればね、きっとこれは他のところでもできると思う。でそういうもんなんだ、技術っていうのはね。だからそれをやりたいなと思ってね。で今度はそれを釜も何も作る人を今度募集してね、一緒に作ろうと思ってるんですね。そういうことをやれたらな。